してる4問たちの過酷な旅は続きました。彼らはより厳しい場所を求め北に向かいました。誰もついてこられないようにあえて厳しい場所にな向かってるわけだ。山の向こうの山を越え、ぬかるんだ沼を抜け、凍った崖を登り、エモンたちはとうとう雪が積もる氷雪の地へとやってきたのでした。はい、ああ寒い寒い雪山にたどり着いてしまったのか。大丈夫か。ああ大丈夫かな。ウルル寒い寒いよな。ヘクシュンヘクシュンってくしゃみする人いたんですね。本当に冷え鼻水も凍っちゃいそうな寒さだよ。寒いよな。外地全部寂しいところに来ちゃったね。雪も積もってるし二人きりだな。本当にさっきから他のポケモンも全然見当たらないし、もしかしたらもう誰もいないんじゃないかな。うん、どうしたの。なんかいた。あ、アブソル、アブソル。あ、あれはかっけー。映画にもなったわけだから。さっきのは一体ポケモンみたいだったけど気のせいじゃないよね。確かに誰かいたよね。みんなやっぱアブソのことわからないのか。こんな寂しいところで何してたの。まあ考えてもわからないよね。先を急ごう。あっでもあれ見てよ、樹氷だ。木が凍ってるよ。おお、すごいキラキラしてる。よかった、ピカイチが楽しそうで。すごい氷の粉が空から降っている雪をもしかしたら初めて見たのかな。綺麗だけどものすごく厳しい場所なんだろうな。そうか、そうだ、そうだよな。行けるのかこんなところに。炎タイプのポケモンでもいればな温めてくれたかもしれないけれど、やっぱりここを越えないといけないんだよね。寒さがすごく厳しそうだし、あまり行きたくないけど、でも逆にここにずっと行ってもしょうがないし、全身あるのみだ。行くか。これまたダンジョンだな。じゃあセーブしていこうか。これまた音楽がいいな。それしか言ってねえけど音楽がいいわ。準備できたよ。あ、また横穴があるね。雪の横穴。ちょっとまあ一応行ってみよう。多分特に意味ねえんだと思うんだけどね。雪の横穴。あ、大立ち、大立ちがいますね。階段近いな。あ、この音楽聞くと和むな。あ、逃げていく、逃げていく。どうしようかな。逃がしてあげた方がいいかな。ピカイチどうも。ピカイチもめっちゃ追いかけるめっちゃ追いかけるじゃんピカイチ。どうしちゃおう。あー落ち着くわこの音楽。階段近いわ。あえて近くしてんのかな。アイテム探しに行ってみようかな。そしたらあマリル、もうすごいめっちゃ接近する。あ、さっき作戦変えたからか、忘れてた。あ、来たな。うわちょ、うわいかん。これは連続系の技ほんと強いな。あれも5回も6回もやられたら相当だぜ。5回ぐらいもあったっけ。4回あったかな。はい、リンゴ。よし、はい、強こいつ。70で倒せないんだ。よいしょ。まあ、特に何もないっすね。あんまレベル上がってもあれだし、行こうか。さあ行っちゃおう。今日はもうどんどん行っちゃおう。ピカイチ休んでられないよ。追っ手が来るかもしれないからな。樹氷の森、うわ怖いね。怪しさ満点の音楽が流れてきたね。たまんねえな。やばいの来そうだな。よいしょ。まあ行っちゃおうかな階段。さあ何が出るかな。氷か。階段あるよ。大立ちしか出てこねえな。なんか出てこねえかな新しいやつ。なんか出ないっすかね。階段があるけどね。おっ、びっくりしたノズパスだ。ノズパスな。これ
引っかく効かないよね、あんまり。でもまあ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 。痛い、怖い。殴っていけるか、よいしょ。ナイス、来た。メモの24になった。あー、レベルが上がった。気持ちよく言えた。久しぶりに気持ちよく言えたわ。よし、ノズパスか、怖えな。4階。あ、なんかこれ凍ってるけど、ここにも俺は入れないのかな。あ、入れるわ。あー、ちょっと待って、待って、落ち、怖い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 、会いたい。あー、イノムに。おい、イノムに会いに行こうと思ったのに、ピカイチがもう我慢できないから、ピカイチこうちょっと、イノムも、あー、ちょ、イノム震えてたのに今。もうピカイチも目に映るものすべて駆逐していく。ピカイチ、戦闘狂ピカイチ、刀身、武神。ノズパスが上向いて寝てますよ、ノズパスが。ほら、おい、せっかくだ。これ何、岩タイプ、岩だったら穴掘るで、よいしょ、抜群取れるな。おーらー、よーし、抜群だ。岩か、はい、なった。よし、こどんどん行っちゃうよ。あー、階段あった。どんどん行っちゃうよ、どんどん行っちゃうよ。え、もう終わったの、てん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 。え、何者かがこの森に侵入している。え、ね、怖っ、ゾッとするわ。霊気が弱まっているのもそのせいなのか。なんか主、何としてでも止めなくては。やばい、ボスいるぞ、ボス。この森を守るためにも。また誤解してるな。うわ、なんで。で、6階、エヴァンゲリオン見てる。演出してきたけど。ノズパス、やばいな。なんかボスがいるっぽいから多少温存していかないとな。これ山頂ないだろ、だって。なんか、ああ、コドラじゃん、出たな。お前も穴掘ってかわして、おら、いやー、330。急所で336、出たな。どん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 強くなっていく。いい、来た、階段いいね。新しいポケモンに会いたいという気持ちもあるんだよな。でもリンゴあるしな、ちょっと回ろう。あ、グラエナ、グラエナだ。もうな、ワン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 つって、もう撫でて欲しがってるんだよ。撫でて欲しがってるように見えるじゃん、もう。かわいい、グラエナ。あ、強え、さすが進化してるからだ。銀もいつれああなるのか。かわいい、グラエナ。でもグラエナになるとさ、もう銀じゃないね、こうなってくると。色が群青、群青色だな。え、いい色だな。あー、いかん、砂かけて。あー、やめろ。あー、いかん。もう見えない、俺はもう見えていない。よしよし、ちょっと待って。え、え、あ、メタモンいる、みんな。メタモンいる、メタモン。おい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 、これ出して、電気、電光石火でも電気キャラでも痛い。てか、まあ、一応攻撃しよう。おいしょ、当たった。よし、メタモンだ。なんかメタモンってこうやって見ると異質だ。え、メタモンは変身を繰り出しただって。え、何かになってんのかな。これグラエナかと思ったらメタモンだったみたいなことあるんかな。ありそう。ほら、よいしょ、当たらん。こいつメタモンじゃない、もしかして。あ、出た。悪あがきしてきたもんな、今。すげえ変身するんだ。もうすげえな、凝ってるよな、とにかく。すげえ凝ってるよな、このゲーム。ほんとにも、かくにも。雪わらしだって、痛い。ちょっと待ってよ、あの雪わらし相当いい肩してやがるな。ちょっとごめん、対抗意識が燃えちゃうんだよな。おら、避けた。ちょっと待って、ふざけてる場合じゃないな、これ。やばいやばい、ふざけてる場合じゃない、これ。殺されるぞ。ち
ちょっと上から行くか、怖えわ。回復してるし、来てるか雪嵐、来てるかな。あ、来てる来てる来てる。ちょっと石投げられないところで、この辺からも投げられるか。まあいいや、来てくれた。ほら、よいしょ。こいついい形してたな。いろいろ出ますね、楽しいね。よいしょ、殴って、せっか、あ、メタモンだった。よし、降りるよ。あ、来た。え、ボスいるんかな。あー、これはマジか。山頂じゃないけど、なんだろう、森だからな、奥地みたいな、樹氷の森奥地みたいな感じかな。ドンピシャ、ドンピシャ出しちゃった。よし、またこれ怖いね、シリアスだね。うわー、メタングがいる。大丈夫っけこれ。ほいほい、これは、鋼入ってるよな、とりあえず。飛行じゃねえだろ、いくらなんでも。いけ、ドーン。よしよしよし、もつくもつく。エスパーか、そうだ、エスパーだ。メタグロス最近めっちゃ使ってるからな。あ、サイホン、サイホンだ。お、どうかな、穴を掘る、温存した方がいいかな。まあ温存しても、まあ多分ここも3回ぐらいで終わる。だだ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 だ、ほら3回ぐらいで終わるだろうから大丈夫だろう。あ、階段あった。ういよし、こ、なんかもっといるかな。いなそうっすね。よし、行くか、ここかな。お、まだだね、まだだったね。いつも3階なんだけど、もうちょっと奥まであんのか。気を抜けんな。来た、よーし、行こう。4階まだ続くな、緊迫してきたな。迷路だ迷路、来た、よし。うわ、5階、あー来た、奥まで来たよ。だいぶ森の奥まで来たね。なんかすげえ高いところに見えるけど、ここを抜ければ出れるかも。もう少しで頑張ろうね。ピアチが励ましてくれてる。頑張ろう。飛び降りるのか、ここからまさか。ん？でも今なんか言った、言ってない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 。俺じゃない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 。いやーもう絶対いるよ。引き返すのだ。ここは通れない。もう絶対。もう想像つくけどな。割とここを通ることは許されない。どうしてもここを通りたかったら、その時は私を倒してからにしろ。ああ、雪がわわ眩しい、周りの氷が光に反射してる。来るだろうな、そらもうフリーザーが。そらそうだよな、私はフリーザー、氷の使い、森に入ってきたものは全力で倒す。かっこいいフリーザー。あ、ちょっとこのポーズは可愛い。右上のやつもなんかふんってこう、なんかふんって顔してて可愛い。覚悟、よーし、連戦だなこれ。とりあえずまあいつものちょっと作戦というかあれだな。チームチーム、穴ほっといて。ピカイチがやっぱりびっくりする。一発かまして、電磁波からの電気ショックでナイス風起こし。あー、ミスターない、よかった。これ技使われるとね、結構いくからな。いや、もう金縛りしていいっすか。金縛りしていいっすか、自分いいっすか。そうだな、あと抜群取れるから電光石火ちょっと切って、電磁波電撃波で、てか電磁波も切るか。電撃波の方が威力高いよね、確かね。電撃波ぶち込みまくってもらうか、これで。で、俺はもう金縛り出すよ。出すよ俺、金縛り。はい、マギー、はい、電撃波ドーン。よーし、いいよ。で、俺も一応引っかいて、おれで、電撃波ドーン。よし、強いな、でもこいつまだ倒れない。よいしょ、そろそろ金縛り。ちょ、強すぎ。金縛りチートじゃないか、まずこの技がそもそも強すぎるだろ。お願いフリーザ、僕たちどうしても先に行かなくちゃいけないんだ。頼むからここを通してよ。
ちょタイプ相性もいいな。電気比があるからな、ピカイチ。ダメだ、通すことはできない通すことはできないというポーズをしているな、本当に。通せん棒をしている。なぜ、どうして通っちゃいけないの。この冷たい森の空気がここに来てかなり暖かくなってる。それはな、違うんだ、世界のバランスが崩れていてな、自然災害が。あ、暖かい、僕すごく寒いんだけど。北海道住んでるやつとか、なんか東京の冬暖かいっていうやつ。森の冷気が乱れ、雪が溶け始めてる。今まで溶けたことのない雪が溶け始めているのだ。これは今まで一度もなかったことだ。そしてお前たちが森に現れた。いや、じゃ関係ないんだって。これはお前たちの仕業ではないか。いや違う、タイミングだし、今溶け始めたわけじゃないでしょ。だってそんなことないよ、そんなの偶然だよ。ねえフリーザ、よく聞いて、ここの雪が溶け始めたのは僕たちのせいじゃない。ここだけじゃない、今はいろんなところで災害が起きてるんだ。そうなんだ、僕たちがここに来なくても霊気目指れてたよ。伝説のポケモン結構あれな、世界のことで疎いな。そんなことを信じられるか。ずっとここにいるんだろうな、こいつら。守り神みたいな。わわわ、問答無用、覚悟しろ。やるってのか。お、俺に勝てると思ってるのか金縛りしてやろうか。待て、あ、アブソル、あ、アブソルって俺とフリーザーが完全に一体化した今。この者たちの言うことに偽りはない。かっこいい。自然災害は今至るところで起きている。アブソル何か知ってそうだな。本当なのか。本当だ。私には自然災害をキャッチする力がある。ああ、そうな。しかも今回は今までに感じたことない特別なものだ。あのフリーザーもアブソルの言うことにはこれうなずくんだな。信頼がなんかあんだな。ここだけではないんだな、災害は。分かった。お前たちを信じよう。アブソルの言うことは信じるな。ここを通るがよい。フリーザー、ありがとうフリーザー。ただし当選棒、ひゃ、これ以上災害が広がらないように。なんか伝説のポケモンの皆さん、まああれですね、結構他人頼りなところありますね。頼んだぞ。でも俺はやるよ、救助隊だからね。この世界一番の救助隊になるって約束したから。キャタピーちゃんも待ってる。ありがとう、おかげで助かったよ。ありがとうアブソル。礼を言う暇があるなら一刻も早く自然災害を食い止めよう。じゃあ一緒にやろうやな。ここまでで このままでは良くないことが起こる。私の本能がそう告げているのだ。う、私は自然災害の恐ろしさを察知、危機を感じるままここへやってきたのだが、なんだよ、ここからは力を合わせた方が。そうだよな、頑張ろう一緒に。私もお前たちの仲間になろう。え、本当に、え、ちょっとこれ、ま、あれじゃない、本当だ。災害を食い止めるには協力した方がいい。私の力を貸そう。うー、ありがとう。え、これもうあれなの。おー、来たー、やったー、アブソルが仲間になったぞ。アブソル初対面だけどいきなりあだ名つけちゃってごめんな。でもそういうことになってんだわ。何しようかなアブソルな、かっけえがんな。アブソルは、アブソル災いポケモンお前のせいじゃねえのか、この今回の自然災害。災害の予兆を感じると姿を見せるために災いを呼ぶポケモンと誤解されていた俺みたいなやつのせいで災いポケモンにされちゃったのか、アブソル。なるほどな、今日こういう時に来るからな。あー、ちょっと名前迷うな。モデルみたいな見た目してんなおしゃれな髪型してファーつけてるもんな、ファー。どうしよう、モデルみたいなかっこいい名前にしよう。もうアブソルって名前がまずかっこよすぎるんだよな。超えられんだろうこの名前。ソル、ソル、うん、ソル。いや、いや、いや、来たなついに英語来たな、ソル。これだわいる、なんか自分の名前をちょっと崩してこの英語で書く日本のモデルめっちゃいる。ソル、ソル、来たな、これだわ。そう、ソルでいいですか。かっこよすぎる。ギベオンをついに超えたな、ソル。日本からスーパーモデルが生まれたな、世界をまたがけだ。グローバルな活躍をしてくれ、ソル。かくして樹氷の森を越えたレオモンたちはさらに北へ目指しました。そして先に進めば進むほど厳しさも増していったのです。まだフーディン来るかな、こんだけ来たらよ。そろそろ諦めちゃくれねえか、フーデン。いやー、だいぶ来たぜ。お、ソルもついてきてくれてる。雪山の道がひたすら続いてる。ここまでかなり歩いたな。ピカイチもだいぶ疲れてるみたいだ。こんなに吹雪いてんのにちょっとさすがにやばいだろう。今まで必死になって旅を続けてきたけどねえ、この先何があるんだ。本当にこれでよかったのかな。
寒すぎる。あたりはもう雪だらけだね。さっきからずっと同じ景色だし、これ本当に先に進んでるのかな。本当だよ、これ遭難しちゃうじゃん。ねえ、でも思うんだけどさ、とうとう誰もいない場所に来たって感じらしい。この先歩いても何もないって気もするし、もうかなりヘトヘトだし、僕たちどうなっちゃうんだろうね。いや、こんなわからないなんて、俺がこんなにピカイチが頑張ってるのにそんなこと言えるかよ。なんとかなるさピカイチ、任せろ。俺の命に変えてでもお前は絶対に守る。お前だけは絶対に守る。ここまで来てどうなるも何もいないよね。ごめんレオモン、僕は大丈夫。ソルもいるから、ソルもいるから。レオモンも信じてここまでやってきたんだ。ピカイチ、そうだ、ピカイチは迷わず信頼してくれてる。そうなんだよな、本当になんか掛け値なしに俺のことをとにかく信じてくれてる。なのに自分が迷っちゃダメじゃないか。もっと自分を信じるんだ。そうだ。なんか力が覚醒してる。コダックの超能力が覚醒するのでは。なに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 、どうした。 めまいかな。おい大丈夫か。俺踏ん張れ。ついにここまで。誰かが語りかけてくる。ピカイチ、なんか脳内に直接語りかけてきている。サーナイト、サーナイト、ついにここまで来たのですね。サーナイト、うわ、サーナイトの精神世界にお待ちしておりました。さあサーナイト、サーナイトに導かれてきたのか。よかった、やっとお会いできました。もうなんかほぼほぼ実体化してるけど、この世界に。君は一体見えてるのかピカイチ。見えてないんだ、俺にしか見えていない。おい、これなんか幻覚じゃねえよな。寒すぎて、さっきから独り言言って。見えてないのか。他の方々に私の姿は見えません。私の姿はあなたにだけ見えるのです。ここからもう少し進んだところに氷雪の霊峰という山脈があります。その頂上の奥にキューコンがいるってよ。